あ、でも君の死体を利用して、おいこう俺の意思やったんや新しいえーでももうそんななんか産んだえ今ひどくないジャパニーミスター、おはようございます。おはようございます。おはようございます。いやいやいや、長かったこの録画準備をするまで、整うまで。今日11時開始予定で、今もう12時半ですから何をやってたのっていう話なの。いやーね、新しいこと始めると大変。ちゅうわけで、今日はこのもういかにもやばいゲーム、スーパーバニーマン、流行ってるらしいじゃん。流行って、俺ずいぶん前じゃないこれ言うて、流行ってた。まあまあまあ、でも、なんかこう常に誰かがやってるイメージよ。あ、そうなの。うん、まあなんかあの面白いゲームだっちゅうんで、ちょっと僕とピタリくんの2人でね、2人でこれなんかあの協力プレイみたいなするんだよね。そうだね、はい、っていうのをちょっとやっていきたいなと思っております。抜群のコンビネーションをね、見せつけてやろうぜっていう話ですよ。確かにね、もう随分付き合い長いですから。そうよ、でも久々じゃない、一緒にゲームするの。あ、まあ確かに確かにね、まあまあまあ、でもそんなあのブランクも感じさせないプレイをね、皆さんに見せていきたいなと思っておりますよ。はい、じゃあちょっとじゃあプレイスタートしていこうかな。プレイスタート行こうぜ。はい、じゃあまずストーリーモードで、まあステージ選択するのかな。そうだね、まずは一面ってことでしょ。まあ、まずは一番これ、はい、じゃあオンどっちがどっちなんだ。ピタリくんが黄色派ね。そうだね、はい、よし、じゃあいくよ。はい、うわそういう声なの。ちょっと待って、ちょっと待って、操作、操作は、いわゆる AWD、AWSD だよね。はいはいはい。おこれ足でこうジャンプするわけだ。ああ、なるほどなるほど。いい感じだよ。で、あとはなんかできることあんのかな。掴むっていうのがあったよ。ああ、はいはいはい、こういうことだ。はい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 、はい、ちょっと待って。あ、何、このこう、ああなるほどね。自分は、あ、危ないよこれ、絶対危ない危ない。こういうことだね。あ、こういう、あ、あえ、これ一人が、あ、ああ、なるほどね。復活とかは特にないんだ。特にないわけね。はい、了解です。人参あったけど。掴む？人参はどうしたらいいの？あ、なんかさ、人参を持ってゴールするとボーナスとかあるんじゃない？きっと。ああ。そんな予感がするよ。あ、待って。人参落としちゃう俺。あ、いやー、いや、いいんじゃない？もう、あの、とりあえず前に進んでみようよ。オッケーオッケー。うん。あ、なに？これでもうクリアなの？これでもうクリアなの？ここはだからチュートリアルってことでしょ、これ。あ、なるほどね。あ、優しいじゃん。あー、なるほどなるほど。時間と人参を取ったかで、人参、なるほどね、完全クリアって。じゃあちょっと、うん、まあネクストレベルいこうや。はいはい。あー、なるほどね。危ないよ絶対もうダメじゃん。あー、いや、なんでなんで避けたの。え、これはさ、蹴る必要なかったろ今。これ今ちょっと待って待って待って、いや、君これで掴みなよ僕を。ああ、なるほどなるほど、うん、ちょっと待って。それでなんか、あちょっと待って待って待って焦っちゃいけない焦っちゃいけない。あ、こうだ、はい、これ掴むと掴んだね、掴んだよ、掴んだら、うん、きっとこれでなんかちょっと待ってあ、いけるいける、ほらほらほら、あ、いや、なんか意外といけるよ。あれ、メラボンが崖を掴んだよ。俺が崖を掴むの？崖掴むな、崖掴めないよ今崖掴めない、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 多分掴めるのは、ほらほら見て、地面掴めんだよ。ほんとだ、なるほどね。へえ、そういうことで、じゃあ今度逆で俺の足を掴んでもらって、はい、ちょっと待って、掴んだ、すごいね、すぐジャンプしちゃう。今これ掴んだ、はいはい、で俺、あ、ごめん床を掴んで、うん、ああ、なるほどね。ちゃあの重心重心を、君が重心をあの先に進ませたらいいんじゃない。こういうことだ。あ、来た来た。で俺が、あ、俺が崖を掴んでなんか蹴って、俺がジャンプすればいい。あ、ちょっと待って待って、
そう、いいんじゃない？いいよ、いけそういけそういけそう。あ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、これがで君が掴んだらどうなる？おー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 、いやちょっと待って、いやこれ、いやー、なんだろう、これ何がポイントなんだろうな。でもこのジャンプ力はやはりねポイントだと思うんですよね、うん、あとこのや、なんだろうね、このいかにこの足、あ、いいよ、うん、この動き結構さ使えるでしょ、このなんか、そういうことだ、ほら、ああ、いいじゃんいいじゃん、ああいいよいいよ、これが一番いいじゃん、これが一番早いんだよ、だからお互いのこう推進、ね、うん、お互いの推進力をこう、はいはい、利用する。さっきはさ、うん、俺の足に捕まってたから、うん、要は俺のジャンプっていうのは移動に使えてなかったわけじゃん、はいはいはい、だから手ってことは手、うん、だね、手同士で繋いでおくと、うん、きっといいんだよ、いいんだよ、でそこから掴むわけだ君が、そういうこと、あ、掴めてない、ごめん、はい、はいはいはい、これでこうだ、あ、ちょっと違うけどちょっとこれは当たる、これでこうだ、これで俺が掴む、はい、うん、結構奇跡的に手をつなげたのかなさっき、そうね、いや、なんだろう、このね微妙なね、はい、意外とでもいいんじゃないこれでもこれはもうメラポンの足しかもう動力源がないわけだ、うん、ないないわけよ、俺が蹴ったらもう膝壊れるぜ、ね、これはでも意外となんかあれだね、掴んでなくてもちょっとこう推進力あるこれ一人でもクリアできんのかな、まあ一回やってみない、やれるもんならああいいじゃんいいじゃん、え、なんでそんなうまいの、ああ、あ、人参ここで人参を取りに行かせんの、ちょっと待つわ、これいけそうじゃん、え、なんで、ああ、違うよ、もうゴールがなくなるんじゃない、2人いないと、そういうことか、多分そうだと思うよ、うわー、ちょっと俺最近ゲームやってないからもうなんかゲーム単純に下手になってるあ、もう見てらんないもん、あー、助けてくれ、こういくわけだ、はい、いいよ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 、はいはい、でい、お、うまい何そんなうまいの俺もうこの角度でジャン、あの足を動かすと前に進むみたいな、うん、ちょっと掴めてきたわ、いや全然なんかもう反応できない、その自分の今の状況にこいつのその角度に体が反応、あ、それ、ああいいじゃんいいじゃん、はい、ふい、危ない、これは良くない、ここは多分ほらこのドクロマークがあるからきっとやべえじゃん、無理だよってことなんかな、そこからこれいけそうだな、今ちょっと立て直して君がジャンプ、うわあはい、これで俺が掴む、はいはい、でこれでいいんじゃない、これで、はい、こう、おら、これでもう絶対安全だもん、はいはい、はい、確かに、これはいける、いける、ジャンプ、ここうまい、今のうまい、今のうまいわこれタイムもクリアできないの、え、これでタイムクリアできないの、あ、ほんと、ほんとに前半もうかなり序盤でもう協力しちゃった方がいいってことじゃないの、いやでもちょっと、いや、いけるとこまで行きたい、タイムアタックとかはいいから、なんかこの、なんだろう、だってこれだ、ステージ1だね、これ危ない危ない結構グロいじゃん大丈夫、背中はやられない、メラポン、これこのままいったら、これでジャンプとかどうだ、君がこれの辺で大丈夫、まだ生きてる、いや生きてる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 、やったやったやった生きてるの、本当に生きてる、その生きてる生きてる生きてる、なんかこれセーフの基準がわからんな、君がジャンプ、わかんないね、はい、こう、あ、ちょっと、あ、いいよいいよ、あ、オッケー、いいよいいよ、危ない危ない危ない、取ってみる取ってみる、これの人参、じゃあ俺が、はい、はい、取りました、勢いが足らんか、よれ、あ、よし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 、いいよ、はっ、ふい、はい、いけいけ、よし、あ、ちょっと人参だけが、あ、でもいけるいける、これいけるんじゃないか、いけないか、なんか君がなんか、あ、ちょっと、あ、
あー惜しかったな。まあ、でもなんかねちょっと可能性見えましたよ。危ない、見えたね。危ない危ない。もう俺自分の力ではどうにもならないから。ちょっと待って待って、微妙な力加減だな。ああはいはいはい、そうそうそう、これで掴んで、うん、そう、君がジャンプしたりするとなんかそう動くよ。よしよしよし、いいねいいね、はい、よし、そうだね。でその坂でジャンプ、いや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 いいよ。あ、これいった、いったべ、いったね。これは大丈夫だ。はいはい、やったー、人参、初人参、嬉しい、嬉しいのがいいじゃん。おお、え、これタイムアタック22秒でクリアするやついんの、すご、相当極まってんな。いやー、このどうにかしてこのステージ1まではクリアしたい、うん、マリオ、うわ危ない、え、ここ無理じゃない、普通に一人別で行くんじゃない、逆に、え、別で、だってこのぐらいジャンプできんだぜ。ちょっとこう微調整が大事ってことだな。そうそうそう、あーダメだ、二人で行こう。あー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 、なんか普通にグロいな。あ、でも君の死体を利用して、おいザクじゃないのよ。でほら一番下まで刺したじゃん、ひど。あ、ほら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 、やった、今あーって言った。ロケハンしてよ、ロケハンするよ、はい、あー、そのロケハンはいらないよ。お、あ、そこを掴む。あー、何、あ、今俺が、いや、オッケーオッケー、地面を掴んだわけね。なんか今新しかったな。あ、これでさ、ジャンプできる。いや、ダメだよ、今危なかったよ。今、行こうとする俺を止めてるみたいになってるけど。止めた感じ。行くなーって。え、でもこれ今、これちょっとなんかびっくり、わー、危ない。俺じゃないな、ジャンプすんのは。俺か？多分。いや、これジャンプ、決めジャンプ。あー、できないか。あ、もうちょい、後ろ下がってもらって。痛そうだな。ここ難しいよ。急に上がったね、レベルが。急に上がった。だって俺がだってさっきここを超えられた理由は君の死体を利用した技だったからね。だからやっぱり、そう、その状態で掴む。もう針の直前でジャンプできるのが一番よくって。そうね。あ、今だったら俺だったし。うんうん、タイミング測ろうぜ。いける、いける。いやでも惜しかった、惜しかった、惜しかった、惜しかった。もう俺の意思はないじゃん。新しい、新しいな。もう俺の意思はないじゃんね、俺。今ちょっと新しかったな。あ、でも勢いをつけていったらどうだ。あ、多分そうだね、回転力が危ない必要だから。ほら、今だったら飛び越えられそうな気するもんね。じゃあ、じゃあ、じゃあ、一回下がって、で、もう一気に行こう。よし、じゃあ行くぞ。うぃ、でももうそんななんか運だ、え、今ひどくない？今スマブラみたいになってたけど。カキーンって聞こえた今。で、あ、いいよいいよ。これだよ。確かに。これ一番強い。これ一番強い。で、一回ちょっと後ろに回って、前行くよ。前。はい。はい。はい、はい。うおー、やったやった。で、ジャンプ。君ジャンプ。ほいほいほい。あ、もう足が短くて。え、これ、あ、いいよいいよ。オッケー。あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、ちょっと待って。落ち着こう。落ち着こう、落ち着こう。うまくなったな。だからこれ僕が、はい、ギリギリまで、ギリギリまで近づきたいよね、うん、そうね。だからこの状態で、いや、君もで、ジャンプ、よし、もうクリアした。時間かかった。うまあ、でもなんか分かりみを得た気がします。今分かった気がする、このゲームが少し。いやー、ほーまたー。
叫び